はじめましての方もご常連の皆様、IT ジャーナリストの宮脇敦志です。よろしくお願いします。令和3年1月12日、BS フジテレビのプライムニュースでの、あの保守界隈での輝ける巨星であらせられる桜井義子先生の発言がネットで大絶賛されておりました。その時の発言をツイッター名自由さんが上手にまとめてくれていたので、そちらを引用して紹介させていただこうと思います。 櫻井よし子先生私もワイドショーを時々見るが悪口が第一に来るのとことの本質を伝えていないこの2つが目立つことの本質を伝えて批判するならまだしも本質を捉えずにとにかく悪く言う日本のワイドショーはいつからこんなに意地汚く意地悪になったのか公共の電波なので検証した方が良いとのことですこれは視聴者からの質問を反町キャスターが読み上げてそれに桜井先生がお答えになったものですその質問をざっくりとまとめるとこんな感じです 今の日本の問題はコロナ問題なんかを見ているとマスコミの伝え方に問題があると思います。政府のやろうとしていることに反対ばかり。ニュースやワイドショーは悪口ばかり。こんな状態では政府のメッセージも届くわけがないと思います。という質問でした。これに桜井先生はその通りと同意してから先ほどの悪口発言へとつながります。はたさて、桜井よし子先生の指摘には私も完全に同意します。 そしてその結論である公共の電波なので検証した方が良いというのはまさに我が意を得たりです。それではワイドショーはいつからそんな悪口を一番最初に言ってそればかりになったんでしょうかこの問題を正確に捉えるにあたり平成以後のワイドショーを振り返ってみたいと思います。そしてそのワイドショーに批判の声が上がりつつある現在地点を指摘しようと思います。 そもそもワイドショーが取り上げるネタ、話題というのは芸能人のゴシップとか世間を賑わせた事件などでした。すでに歴史の教科書に載っている昭和時代のワイドショーといえば、今や自転車で日本全国津々浦々をね、あの、走り回っている俳優さんが、かつては常連のように出演されていて、その方の別のオタクのところに、 全くもって一般の方のオタクのところにいるのに恐縮ですとか言って取材に行ってその映像が全国放送で流されたりとかしていましたまた豊田商事の事件や疑惑の銃弾などもありました政治絡みの話題もあるにはありましたがあんまり深掘りはせずその手の話題というのは TBS の時事放談とか今や NHK の日曜討論という名前に変わりましたが、まあ、その時間帯の枠などで取り上げていたような記憶があります 平成に入ってワイドショーが政治にグググググッと近づいたそのきっかけとなったのが宇野総理大臣だと私は見ておりますいわゆるピンクな話題にワイドショーが飛びついたんですこの直前には自民党にはリクルート疑惑なんかがあってこれも伝えることは伝えていましたが宇野元総理のピンクな話題については まるで芸能人のゴシップを伝えるかのように、ニュース、とりわけワイドショーがはしゃいでいたことを鮮明に覚えております。ただ昭和がまんまん残る時代とあって、その点のことというのは男のよいしょ、あ、じゃなかった、解消とかっていうね、まあそういう時代だったのもあったせいか、それほど話題になりませんでした。ところがワシントンポストがこれをスキャンダルとして通じて、ある種の不分立が崩壊しました。 それにしても国内で大して話題にならなかったネタを海外に持ってって海外が伝えてそれを逆輸入する形で国内で大騒ぎするというのは今のきリベラルの人たちが得意とすする手口ですその代表例が日本の国益を損ねまくっている今も損ねているあの朝日新聞による慰安婦あれも国内で大したも海外に行って広まって海外日本から外に行って逆輸入して。 何か,か何かが、何かがひらめいたような気がしますが、いずれにせよ、ワイドショーが政治を左右することになった、カッコ付きの事件です。次に、ワイドショーが政治を積極的に扱ったのは、あの日本新党の細川内閣、細川政権が発足した時です。これは、この私がワイドショーを監視し始めた理由です。それまでは、先祖自民党による世襲政治を批判しておきながら、 細川森弘元総理においてはぐぐぐーっと世代をも遡って細川ガラシャからのまあ血筋だとかっつう話になってそうしたセレブだとか世襲だとかっていう批判を一切加えていなかったからですつまり二重基準のダブルスタンダードダブスタじゃんワイドショーってって気づいたのがその時なんです公の場で語る人は語る言葉に誠実であるなんてね思っていたこの私が 大人の階段、登ったきっかけになったとも言えます。なお、当時のワイドショーというのは、反自民、アンチ自民だけでなかったことも紹介しておきます。それが橋本龍太郎元総理大臣の時の橋流ブームですし、小泉純一郎元総理の時の純ちゃんブームです。それぞれのブームをざっくりと紹介しておけば、 橋本龍太郎元総理大臣の時は我が町足立区の竹の塚の駅前に橋本龍太郎元総理大臣が街頭演説にやってきました。この時興奮のあまり失神して救急車が呼ばれてしまうほどまあこう熱狂的に入れ込んでいた宿女がいたことこの人気にワイドショーは便乗したんですそして「んちゃんブーム」の時には元総理が AX のファンだということで繰り返し「フォーエバーラブ」を流しながら「 小泉純一郎元総理の一挙手一投足を報じていたのがワイドショーです。その理由はといえば視聴率。視聴率が稼げたからです。平たく言えば人気者に便乗したということです。また20世紀の終わり頃、芸能人とはいえその別宅、一般人の別宅にまで押しかけて取材をしてその様子を日本全国津々浦々に配信をする、そんなワイドショーに人権の方からいろいろな声が上がっておりました。 加えて、やらせや捏造が次々とポロリポロリと発覚しました。こうした、いわば、まあ、自分が撒いた種とはいえ、逆風がテレビ業界に吹き荒れる中、唯一訴えてやるとならないのが政治案件。政治のネタだったんです。つまり、安牌なコンテンツだったんです。うん、うん、うん。白が、白が、こう、私に言っております。危険牌だよ。 と冗談はともかくテレビ朝日の偏向報道によって政局が左右された選挙結果が左右されたという疑惑が「ズドコ!」とあったいわゆる椿事件が事実上の無罪方面になったことこちらもワイドショーが政治を積極的に取り扱えるようになった理由と私は見立てております。 なお椿事件や人権への反省からあ私たちテレビ業界は自分たちでチェックしますよと生まれた団体が BPO ですしかしこの BPO の自主チェックが機能していないことはもう誰の目にも明らかですそれが冒頭の桜井よし子先生の検証した方が良いという指摘に見事にガチコーンと接続しますブーームの後ワイドショーは 政権交代ブーム、あるいは二大政党制ブームに乗っかります。どちらも表面的には政権批判、政府批判をしているとコンテンツとしての定位、定位が成立しちゃうんです。また、バブル経済が崩壊してから立て直しが進んでいった時に3%から5%への消費増税がありまして、その後も IT バブルからの IT バブル崩壊など、 後に失われた20年と言われるデフレスパイラルに突入しており、庶民の政府への不満というのは状態化しておりました。だから政府批判というのは庶民である視聴者のルサンチマンを刺激しますし、平たく言えばガス抜き、ガス抜きとしての人気コンテンツになった。これもまた事実です。 そして、第一次、安倍内閣、福田内閣、そして、アイス・タル大閣と、これみんな世襲だとワイドショーは盛大に批判しておりました。これも、世襲イコール特権という虚像を生み出して、そしてそこを攻撃というか批判をするわけですから、庶民にとってはごくんと流飲の下がるコンテンツに仕立てられました。ちなみに、政治家としての世襲を問題とするのであれば、 その前の小泉元総理大臣から龍様こと橋本龍太郎元総理大臣に至るまで政治家の世襲という意味においてみんな世襲です。そしてあの目を大半ばかりの政権交代へと突入します。その時の総理大臣はトラストビー、me, 僕を信じてでおなじみの畑山幸夫元総理大臣です。言わずとして入れたセレブな世襲です。 しかし、ワイドショーの皆様がこれを問題視することはありませんでした。んふんふんふん、<laughs> シロが、シロがこう言ってます。ダブスターだよ。私が視聴者として観察していて、この悪夢のような政権だった時代に、カギカッコきリベラルの勢力がワイドショーにガチコーンと入り込んだと見ております。 だから私には不安がありますとかトラストミーとかにしても批判はぬるくさらに東日本大震災が起きてからは協力しない野党自民党の批判にワイドショーは回ります当時すでに SNS も含めてネットが普及しておりましたそんなさなか鍵かっこつきのリベラルの人たちの言葉を借りるのであればエクストリームな自民党批判をワイドショーは繰り返していたんです その結果視聴率をただ稼ぎたかっただけのはずのその手口の批判が目的に変わっていきましたそしてその批判は相手をやり込めるすなわち私の刑認知を求めるかの方向に過激化していきますそして政権再交代して第二次安倍内閣が誕生してから批判が悪口悪口に変わるのにさして時間はかかりませんでした それというのは批判には必ず論拠が必要です。しかしその論拠をワイドショーは見失ってしまったんです。具体的な例を挙げると第二次安倍内閣が誕生するかななんて言われた時にニュースワイドショーは何を騒いでいたかというと安国参拝行くんじゃないのそんなことするとねご近所が大変なことになると批判をしておりました。ところが安倍前総理大臣が安国参拝をしたのは就任してから1年後のことでした。 そこで、ワイドショーというのは、グヌー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 となったのか、批判の根拠がなくなって悪口ばかりを言い始めます。なお、ご近所さんへの10億円の手切れ金にしても同じくです。 むしろ世界標準で見れば、鍵格好のつかないリベラル的な政策が多かった第二次安倍政権。これに日頃リベラル的なことを主張しているワイドショーが、ぐヌヌヌヌぅってなって、その批判する論拠と根拠がなくなっちゃって、悪口を繰り返し始めた。まず第一に悪口となったんじゃないかなというのが、この私のワイドショー観察日記です。 もちろん言論の自由は守られなければなりません。しかしニュースやワイドショーは我々日本社会の共有財産である公共の電波を使っております。そして放送法にはその内容について公共性が求められるという趣旨が明記されています。まして悪口への拡散というのは日本社会のプラスにはなりません。一方桜井よし子先生の他にもいわゆるマスコミ界隈でワイドショーへの批判の声を確認することが増えてきました。 令和3年1月4日の産経新聞ウエストのウェブ版の記事です。背景、テレビ朝日の社員様、報道の使命を忘れた煽り発言に思う。白岩健太大阪正論室次長。と、見出しにあるように、産経新聞の白岩さんが、テレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーの中でレギュラーコメンテーターを務めております、皆様大好きなテレビ朝日の社員さんに、苦言を述べているんです。記事でこのように呼びかけております。 昨年末の放送でも感染症は煽ってると言われるくらいがいいと発言していましたがただでさえ不安が広がる中でいたずらに危機を煽り続ければどんな弊害をもたらすのかそんな想像をなさったことはありませんかはいこれもその通りです。新聞とテレビ媒体は違っても相互に批判することが日本のマスコミ界隈においてそれが当たり前になったなら悪口の拡散もまた検証されるようになるんではないかと。 期待してしまう今日この頃でございますいささか遅すぎたという気もしますが遅すぎたということはまだ手遅れではないということですいささか諦めが悪いのがこの私の欠点であり長所でございますというわけでみんなで頑張っていきましょう最後までご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録もよろしくお願いします今回の番組をお楽しみいただけたのならばいいねをクリックしていただけると嬉しいです 言いたいことを言いまくっているメルマガ版の方にマスミックさい。こちら有料版になっておりますが私の重要な言論表現活動を助けていただいておりますいつも応援ありがとうございますメルマガ限定ライブ配信ではもうお外で言っちゃうと問題があることとかあと情報の読み解き方こちらを今、えー、定期的にお届けしておりますより良き表現空間のためフィードバックよろしくお願いしますそれではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです最後にワンコのコーナーでお別れですバイバイ 安倍晋三完全勝利説という物語でながらにモルゲッソよって答えたのでがモルゲッソかった紹介した赤が勝ちヘニュー君すごいウネ君すごい日本別にすごくないだってあなたに会えたから本当番組の最後の最後までご覧いただいた皆さん突然ですがじゃんけんタイムいやっちゃんじゃんけんじゃんけんパー私がパーなのでチョキを出したあなた ブイブイ,イ,イビクトリーおめでとうございます私と同じパーを出したあなた違いますねお手て,てのシワとシワを合わせて「幸せ」そして「グー」を出したあなた涙の後には虹も出るそれでは本当のバイバイ